核ミサイルっていうものを考えたときに難しいのは、実は核爆弾を作る技術ではなくてロケットを作る技術なんですよ。難易度で言うと、核って核不拡散防止条約みたいなみんなで結んでるじゃないですか。で、あれなんで結んでるかっていうと、核爆弾を作るのは簡単だからですよ。原料さえあれば、例えば原発から出るプルトニウムとかあれば、簡単にプルトニウム型の核爆弾って作れちゃうんですね。で、問題はそれをデリバリーする手段で、それはロケットじゃないですか。ロケットはじゃあどうだったんだって話になると、ロケットはそんな条約誰も結んでないわけですよ。なんで結んでないかっていうと、難しいからなんですよ、作るのが、うん、今何カ国ぐらいできます？ヨーロッパと日本とアメリカと中国、インド、これがロシア、そうだ、あとイスラエルですね。やっと去年韓国が打ち上げました。北朝鮮です。北ね、はい、そうね、そうですね。